川選手のインタビューを始めさせていただきます。はい、まずはおめでとうございます。はい、今の気持ちいかがですか？今の気持ちはもう素直に嬉しいです。嬉しいですか？嬉しいし、嬉しいし、でも誰も楽しめたってなります。リング上で。はい、ジョン選手、韓国 MMA 界最高の韓国で呼ばれています。戦ってみていかがでしたか？いや、めちゃめちゃ強くて、しかも最初多分僕5秒から10秒ぐらいで一発耳の後ろもらったんですけど、それでもほとんどぐらついてて、全然見えてなくて、ぐらさんの声だけと、あとかすかに残るなんですか、かけてるあれをひたすら追っかけて、とりあえずコンパクトに数だけ当てようっていう。あ、そうだったんですか。そうです。いや、もう全然見えてなくて、だからもうでもタケっていうのは分かってたんで、だったらもう技術で上回れないんだら気持ちで勝とう。見てる人からしたら全然格闘技っぽくなかったりしたかもしれないです。もうずっと前に出続けて勝利を手繰り寄せました。あれは作戦とかじゃなかったんですか？いや、作戦は別だったんです。いや、もうやっぱサイズだと勝てないんで、サイドに回って、サイドに回って。そうですね、相手の正面に、まあ正面にいないというか。立たず回って戦おうとして。そうです。で、正面向いてきたらまた切り返して、向いてきたらまた切り返してっていう作戦だったんですけど。もう前に出続けてました。もうもらってもいいやと思って。もらっても当て返したらと思います。はい、この選手に一言お願いいたします。はっきり言って多分10回やったら9回勝ててないと思うんですよ、ジョン選手。それほどすごい選手で、僕みたいなこんな最経験者の挑戦を受けてくださって、なのでやっぱこれはしっかりと僕自身もやっぱこの経験を生かさないといけないし、本当に試合が連戦で体調とかいろいろジョンさん整えてくださるのすごい大変だったと思うんですけど、そこを整えてくれて、しかも戦ってくださって本当にありがとう、ありがとうございます。伝えたいです。ありがとうございました。はい、朝倉未来さんに期待されている分、しっかり結果で返したいとおっしゃっていました。試合振り返ってみていかがですか？振り返って。記憶があまりないです。記憶もないですし、しかも胸張って勝ちましたって言える試合じゃないなと思うんですよ。本当ですか？やっぱあんだけ前に出たから勝てた。技術はもう全く今回出せてないなと思ってるんで、しっかりその練習の技術を。出せるような、まあ、試合を次はしようと思ってます。次は練習の内容をしっかり出せる試合をしたいということですね。頑張ってください。はい、ぜひ応援してくださったファンの方々、一言お願いいたします。そうですね、まず最初に応援してくださって、あと、たくさんの SNS の DM だったり、応援のメッセージ、本当に励みになりました。ありがとうございます。そうですね、まだまだ全然自分の力、格闘家としての力を出せてないと思うので、しっかりと格闘家らしく練習して、次の試合はザ・格闘技っていう試合をお届けれたらなと思うので、これからも応援の方よろしくお願いします。今、試合を終えて率直な心境をお聞きしてもよろしいでしょうか？対戦してみて、ちょっとここは悔いが残るなっていう部分はありますか？룰 숙지를 제가 정확히 못해서 어떤 식으로 싸워야 되는지를 못해서 진 거니까 일단 그렇게 생각했습니다. 次またチャンスがあったらリベンジしたいと思います。あ、그러세요。룰을확실히숙지하고더멋있게싸울수있습니다더진짜로。それでは今後の展望などお聞きしてもよろしいでしょうか？일단은제기장에불러주면언제든지저는몸이성한한계속올거고요일단저는이제프로시합이있으면프로시합도뛰면서브레이크다운열심히나오도록하겠습니다불러만주세요열심히하겠습니다